今回の怪談解釈は、先日 T1 グランプリでお話しさせていただいた話の補足付きの話でございます。とある場所で起こったお話でございまして、この場所っていうのを調べていくと、ああこういう因果関係があるのかなというふうに思った事件とかはあったんですけれども、具体的に紐づいているかどうかわからないので、その事件名は伏せさせてもらいます。ただ場所そのものはちょっとここでは明言してお話ししようかなというふうに思うので、まあ、ご近所に住まれている方とか東京都内に住まれている方、またそこによく遊びに行くんだよという方はちょっと注意した方がいいかもしれません。ぜひ補足解釈付きで最後までご視聴していってください。で起きた出来事、海岸沿いにですね、お家を買った友人がいまして、その方の家で飲み会をやろうというふうなお誘いを受けたことがあったんですよ。ただ僕手前の仕事が結構早めに終わって、その人の家に行くまでにですねちょっと時間が空いたんですよね。なので映画見ようと思ってね、豊洲にあるじゃないですか映画館が、あそこ行って見たい映画1本見て終わって、あ時間ちょうどいいぐらいだし向かおうかなというふうに思って、そこから向かおうと思って映画まず見に行ったんですよ。で映画見終わりまして出てきました。あやっぱちょうどいい時間だ、でも電車で行っちゃうとちょっと早いなと、というのが一駅分区間が空いてたので、そうだ歩いて行ったらちょうどいいやと、一駅分ぐらいなんで15分ぐらいなもんじゃないですか、だから歩いて行こうと思って、街並みもいいんですよねあそこね、もう電柱とかが全部ちゃんと埋まってて電線とかが通ってないから見晴らしがいいし、で、人通りもそんな多くないですし、また、高層ビルとかも並んでるから結構景観綺麗なんですよね。いかにもなんか東京のちょっと、こじゃれた街を歩いてるっていう感じがして気持ちがいいから、あ歩いて向かおうということでテクテクと歩いてたんですよ。でその時間帯が夕方だったんですけれども、人通りも本当に少なく、まあ子連れの方がちらほらいたりとか、まあ出勤が終わったのかもしくはこれから仕事なのかっていう人がちらほら歩いてる程度で、まあ何ですかね、その特別変な人とかもいなかったんですよ。みんな基本的に歩道を歩いてたんですけど、お一人だけうつむいてじーっとそこで立ちすくんでいる男性がいたんですよ。何してんだろうなと思ったんですよ。というのが僕の進行方向にいるんで、なんか気になるんですよ。やっぱこうやって見ちゃうじゃないですか。そしたらその男性ヒュッてジャンプして着地と同時にグシャッて潰れたんですよ。でコンクリートに肉片血の塊みたいなのがジュワーってなってて、俺さすがにビクーって立ち止まっちゃって、え？その場で立ちすくんじゃったんですよ。でも周りを歩いている何人かの人は一切それに目もくれないんですね。その瞬間、あ幽霊だって分かったんです。でその瞬間あまりにもちょっと安心しちゃって、ポロッとちっちゃい声で、なんだお化けかって言ったんです。そしたらその瞬間真後ろからそうだよって声が聞こえて、くるっと振り向いたら60前後ぐらいの女性が満面の笑みで僕のことをこうやって見てるんですよ。ものすごい近距離で見てるんですよ。でニコーッと笑ってるんですね。あまりにも気色が悪くって、ちょっと無視しておこう、やばい人だと思ってくるっとまあ振り向いて、また進行方向にザーッと歩き始めたんですよ。ずーっと歩いてる時に僕とすれ違う人たちがやたら僕の方を見てくるんですよ。こうやってすっごい見てくるんですね。でその瞬間もしやと思ってくるって振り向いたら、この距離で歩いてたんですよ。その女性が、この人は周りにも見えてるんです。つまり僕と同じ霊を見た生きてる女性なんです。そこにゾッとしてやばいと思って、でもこの距離でずっと近づかれてて、僕が振り向いても顔この距離なんですよ。で思わず、何ですか、何の用があるんですかって言おうとしたんですね。そしたらその僕の何ですっていう声を遮って、ずっとここにいてほしいなって思ってって言われたんですよ。これちょっとやばい人だと思って、また厳しそう返してずっと歩いて、早く目的地に着かないとと思ったら、早友さんって声が聞こえて、ふっとそっち見ると、本来の僕が向かっている家の最寄り駅があったんですけど、その出口にですね、今日一緒に飲む予定だった男女2人組がいて、こうやって手振ってるんですよ。あよかったと思って助けてもらおうと思って、後ろキュッキュッて振り向きながらその2人の方に歩いてたんですね。そしたらその女性、60前後くらいの女性はにっこり笑ったまま僕のほど見送ってついてこなかったんですよ。
助かった、あっぶねー、声かけてもらってよかったと思って合流して、お疲れ様ですって、あーね、歩いてたんだ、どっから来たのって、朝映画見てて、あ、そうなんだ、よかった、じゃあ一緒に行こうって言って、そのまま歩いて行ったんですけど、ちょっと違和感だったのが、その人たちには、あの後ろの女の人誰って聞かれなかったんです。なんで聞かねえんだろう、でも俺もなんか聞き返すのもなって、思い返すのも気持ち悪いしっていうふうに思って、そのまま行って、まあ上がらせてもらって、お疲れ様ですって言って、飲んで、そのまま朝まで過ごしたんですね。でもう始発が走ってるから電車で帰りますね、お疲れ様ですって言って、そのまま電車で帰ったんですけれども、本来だったらね、朝まで飲んで帰るってなったら電車なんかもう爆睡しながら帰るじゃないですか。一睡もできなかったんですよ。っていうのがね、その駅から僕の最寄りの駅まで25分ぐらいずっと乗り換えなしで1本なんですけど、その間ずっと僕が座ってる席の正面の席に、その60前後ぐらいの女性が座ってたんです。にっこり笑いながらじーっと僕のことを見つめ続けてたんですよ。襲いかかってくるとかそういうわけじゃないんですけど、ただただ見つめられてたんです。それがもう恐ろしくって、一睡もできなかったんですけれども、ただ僕が最寄り駅で降りた時にはついてこなかったんですよね。電車に乗り続けてたんです。あれは一体生きている人だったのか亡くなっている人だったのか、僕にはその時分かんなかったんですよ。でそもそも最初に見たぐしゃっと潰れちゃった若い男性、そしてその60前後ぐらいの女性、その人のことを考えた時に、あるその町で起きた有名な出来事っていうのがあって、でこれがですね、まああったんですよね、昔。経緯みたいなものっていうのはいろいろあるんですけれども、まあ、あの町ね、いくつかそういう事件があるんですけど、その中のうちの一つ、若い男の子が亡くなっちゃってるっていうので、お母さんどうしてるんだろうというふうなことで調べていったら、お母さんどうやら亡くなってないらしいんですよね。後追いで自死したりとかっていうことをしてるわけでもなく、未だにご存命らしいんですよ。なのでもしかすると、そのお母さんのいつまでもそこで暮らしていた時の思い出、生き霊みたいなものが飛んでいて、それを見てしまったのかなっていうふうには思ったんですけれども、真相は闇の中です。僕が必死に歩いていた時、後ろにその人がついてきてたからこそ、周りが怪訝そうな顔で見てたんじゃないかなと思ったんですけれども、ただね、最後僕が合流した2人はそのこと一切言ってこなかったので、やはり僕にしか見えていなかったものなのかなというふうにも考えられるんですよね。まだ分かんないんですよ、どっちなんだろうっていうのが。はっきり明確には分からない出来事なんですよ。ただ何より僕がこれを体験して感じたのは、やはり悲しみの記憶っていうのが何よりもそこに人を閉じ込めてしまうんだなっていうふうに思いました。これは亡くなっている側でも生き霊側でもどちらもなんですけれども、そこにみんなの思い出があの時と同じ景色で残っているっていう状態っていうのが、人の心を縛りつけるんだと思うんですよね。だからこそ見える人は見えてしまうし、で仮にその女性が目の前でぐしゃっと潰れた男性のことが見えていたとしても、霊感があるから見えているというよりは、その時の鮮烈な出来事っていうのが忘れられないからで見えているんじゃないかなっていうふうに僕自身は思うんですよね。この呪縛が解かれるには、その土地が改装されたりとか、また土地開発されて、ちょっと景色が一変するまで続くのかもしれない。そう思うと、そこに閉じ込められてしまっているその人たちの苦しみ悲しみっていうのは、これほど怖いものはないなっていうふうに改めて感じました。